龍田越奈良街道は奈良に至る奈良街道の一つ。大阪と奈良を結ぶ街道の一つであり、枯賀町の立田を通る立田道の一つである。現在は国道25号が踏襲している。立田を越えることから龍田越と呼ばれるようになった。また大阪府内では渋川道とも言われる。立田道は立田越え、亀瀬越えなどとも呼ばれる。 時代や目的によって、数本のルートがあり、それらを総称して、竜田古道とも呼ばれる。竜田は、奈良県伊古間郡三号町建の周辺の古い古庄で、竜田大社が鎮座する地である。奈良県と大阪府の府県境付近の山和川の渓谷を亀の瀬と呼ぶが、亀の瀬の北方に位置する峰々を総称して、竜田山と呼ばれており、竜田山を越える道が、竜田道である。 飛鳥時代に、何わず、四天王寺と怒カルガと法隆寺を結ぶ街道として整備された。沿道にある大西将軍寺を含め、いずれも、聖徳太子に、ゆかりのある地域と関わりがある。聖徳太子自身もこの街道を往復していたと言われる。奈良時代になると、南馬系と平城を系を結ぶ街道として利用された。最短ルートである。 アミエツ・奈良街道が急峻な山越えであるため、比較的坂の緩い平坦路として重宝された。イカルより、東は、横王子と言われた。また、現在の山和郡山市横田付近で、下津道に交流した。かつて、山和川付け替え前は、途中の河内国府で、長尾街道、東高野街道と離合した。また、付近で石川を越えて、国部村を経由し、さらに、 夏目茶屋付近を私船で越えていた。山戸川付け替え跡は必然的に河内国府を通らない山戸川を越えないルートとなった。明治時代に入ると国部村の北に国と余橋が架けられ、亀の瀬の対岸の山と川南岸壁を改削して新たなルートが開設された。比較的平坦だったため現在に至るまでメインルートとなっており、現在は 国道25号に指定されている。なお、柏原から三里にかけては、北側の山道越え、山和側の北岸に沿うルート、対岸の南側を沿うルートなど、複数のルートがある。柏原市内で亀の瀬と呼ばれる地域を通るが、本海道としては、現在に至るまで難所として知られた。明治時代以降に鉄道が付設された時に、長大トンネルが掘られたが、 軟弱地盤のため、崩壊して放棄された。奈良県と大阪府の境界をなすイ駒山地、金剛山地の峠越えの道は、多数あるが、その中で、最も標高の低い峠越えの道であり、古代から重要視されてきた。一般に、立田道と呼ばれた道は、山和川に沿った道で、三里町から、柏原市、青山では、山和川右岸を、青山から、西は、 大和川左岸を通ったと考えられている。しかし、奈良時代には、柏原市の山間部に入り、柏原市、安藤、太平寺へ下る道も利用されたようである。それ以外にも、竜田大社の神の降臨地とされる、巨座峰を通過する道などもあった。竜田道の資料上の所見は、俗日本期放紀2年2月21日以上の、社が竜田道を取りて、竹原安宮に至るである。 しかし、立田道についての記述は、日本初期、神武即位前駅土の絵馬年4月上、李中即位前期にも見られる。そこには、狭く険しく人が並んで歩くこともできない道と、書かれている。日本初期水二21年11月21日上に、南馬より敬意に至る大道奥とある大道は、一般には竹内街道のこととされているが、立田道ではないかという指摘がある。 南波から渋川の道を取り、竜田道で生駒山地を越え、イカルから大使道でアスカへ向かうルートである。沿線に古代寺院が次々に建立されていることや、飛行差が小さいことなどを重視した説である。イカルを本拠とする聖徳大使が中心となって整備されたと考えられている。日本初期天武元年7月の人身の乱の際には、 辰田が大和防衛の最前線となっており、天武8年11月には辰田山と大阪山に席が設けられている。飛鳥時代においては辰田道と大阪道が大和と河内を結ぶ重要路だったことがわかる。奈良時代になると俗に本気には平城宮から南馬宮への行行記事が数多く見られる。その際に利用されたのも辰田道であった。途中には 竹原入りが設けられていたことが分かり、その後と考えられる遺跡が、柏原市青谷の青谷遺跡で発見されている。万葉集には、竜田さんを読んだ歌が多数掲載されている。川沿いの桜など美しい景色を読んだ歌もあるが、一胸の裏ブレイルに、竜田山大町数かかば忘れらになむかのように、山とのシンボルとして、竜田さんを読んだノスタルジックな歌も多い。 ここむわか州にも、有原の成平の歌として、千早ぶり神様も聞かず、た田川からくれないに水、くくるとわが残されており、平安時代頃までは、立田道付近の山和川は、一般に立田川と呼んでいたようである。立田川に沿った、立田道は、桜と紅葉の名所として有名であった。中世以降も立田道をわかめ、せごえや街道、奈良街道などとして利用され、 大阪の陣の際にも徳川方が通過している。明治7年3月に大和川砂岩に亀瀬新道が開通し、明治25年には大阪鉄道の港町と奈良間が開通することによって立田道の利用は減少した。また、明治以降の亀の瀬の地滑りで、旧道は原形を止めていないところが多く、鉄道も大和川砂岩に迂回することになった。令和2年6月に、 もう滑らせない。竜田古道の心臓部、亀の瀬を越えてゆけというタイトルで、竜田古道と亀の瀬が日本遺産に認定された。大阪府柏原市峠地区を通る龍田越え見た住宅街道は写真前後方向。奥が奈良方面。ありがとうございます。